材料浮田博士の可食部位、250g。白ネギ、2本、生姜、ニンニク、各 10g。豆板醤、小さじ2、紹興酒、10cc、塩胡椒、少々、サラダ油、大さじ1、A 群、薄力粉、100g、ベーキングパウダー、5g、塩、少々、料理酒、20cc、水、120cc。B 群、ケチャップ、大さじ3、鶏ガラスープ、250cc、オイスターソース、小さじ1、片栗粉、大さじ2。調理プロトコル、1浮田博士の下処理から始めます。まず、温水で浮田博士の表面をきれいに洗い流してください。この時、浮田博士はご機嫌に歌い始めます。今回の調理では、軍艦マーチを口ずさんでおられました。2色ワン部位を切り落とし、皮を剥いて口身から5センチメートル上の場所に刃を深く突き入れ、ぐるりと一周させます。3浮田博士を分断し、中身を書き出してください。この段階になってようやく浮田博士は静かになります。4今回の調理では筋肉部位のみを使用します。縮みを防ぐために格子状の切れ込みを入れ、浮田博士を一口大の大きさに切り分けます。その後分量外の片栗粉、塩を揉み込んで流水でよく洗い流します。5A 群を加えてかき混ぜたボウルに浮田博士を入れ、180度Cの油で揚げます。6中華鍋にサラダ油を入れ、みじん切りにした生姜とニンニク、白ネギの半量、豆板醤を加えて弱火で香りが出るまで炒めます。7B 群と残りの白ネギを加えて強火にします。ぐらぐらと煮立ってきたら浮田博士のフリッターを加え、紹興酒を鍋肌から注いで一煮立ちさせます。8塩胡椒で味を整え、お皿に盛り付ければ完成です。試食会参加職員のコメント。ジーザス、浮田博士。ああ、なんといたわしい姿に。おえつ、研究員。浮田博士、今更かもしれませんが、お慕い申しておりました。ああ、研究補佐。お変わりある？浮田博士。